青森県六ヶ所村、本州の北太平洋側に位置するこの村に大規模な産業立地スペースが広がっています。それが陸奥小川原開発地区。早速皆様をナビゲーターのミクさんがご案内いたします。ようこそ陸奥小川原開発地区へ。これから私ミクが皆さんをご案内します。この土地の魅力を一緒に体感しましょう。陸奥小川原開発地区がある六ヶ所村は自然に囲まれた村です。暖流と寒流が交わる村の近海では漁が盛んに行われ、海の幸が豊富に水揚げされます。畜産も盛んで、柔らかい肉質と上品な脂が特徴の小川原高牛がのびのびと育てられています。青森県が生産量日本一を誇る長芋は六ヶ所村でも名産品の一つ。その名産の長芋で作った長芋焼酎6酒は大人気です。陸奥小川原開発地区の第一印象はいかがでしたか？今のうちに気になるお土産をチェックしておいてくださいね。ここは国が初めて作った石油備蓄基地。73万坪の敷地に51基石油タンクがあります。この広さをカバーできる陸奥小川原開発地区、面積は5180ヘクタール。東京山手線内側と同じくらいの広さを持つ大規模な開発地区です。陸奥小川原開発は国土交通省、青森県、六ヶ所村、経団連、日本政策投資銀行、新陸奥小川原株式会社の6社を中心に官民一体で推進されています。現地へはさまざまな手段でアクセスが可能です。新幹線では東京駅から最寄りの七戸戸和田駅までおよそ3時間、空の便では東京大阪札幌から青森と三沢2つの空港が利用可能。青森空港には名古屋便も就航しています。六ヶ所村は青森市、八戸市、むつ市のおよそ中間地点。自動車道の整備が進み、県内のアクセスもより快適になっています。船舶による大型資材などの輸送には陸奥小川原港が便利です。近隣の八戸港から定期コンテナ航路を利用することもできます。陸奥小川原開発地区は自然災害リスクが低い土地です。降雪量や落雷、台風が少なく冷涼な気候、強固な地盤は地震に強く、安定した立地環境が確保されています。風力や太陽光といった再生可能エネルギーや石油備蓄基地などエネルギー関連施設の集積地でもあります。ご紹介した施設は見学も可能です。ご希望の方はご覧の連絡先までお問い合わせください。ここはオブジレイクタウン。見てください、このレンガ調の落ち着いた街並み、とっても素敵です。レイクタウン中心部にはショッピングモールリーブがあります。生活拠点の近くでお買い物できるってとっても便利です。六ヶ所村の中心部に位置する小渕レイクタウンは陸奥小川原開発地区とともに発展を続けている町です。
立地企業の社員の皆さんが暮らしています。小淵レイクタウンには教育施設などが充実。陸奥小川原開発地区で働く親御さんをサポートする環境が整っています。小淵こども園は待機児童ゼロ。小中学校が近くにあり、学校給食は無料。中学生までの医療費も無料です。また住宅の新築に対する助成など、マイホームを持ちやすい支援制度が充実しています。六ヶ所村医療センターでは、村民の健康診断を無料で行うほか、ヘリポートを備えているので緊急時も安心です。温水プールには25メートル8コース、子ども用プールに加えて気軽に水中ウォーキングを楽しめる歩行用プールがあり、日々の健康づくりにぴったりです。トレーニングルームもありますので、汗をかいてリフレッシュできます。国際教育研修センターは、世界的な研究施設がある六ヶ所村ならではの施設です。この中には外国人研究者のお子さんが学ぶインターナショナルスクールがあります。また村には国際交流員が滞在、学校や地域で異文化交流が盛んです。海外でのホームステイ体験も提供しています。レジャースポットもいろいろ。スパハウス六花ポッカでは、露天風呂やおいしい食事でゆったりのんびり過ごせます。国際会議にも対応したホールには、アーティストやオーケストラのコンサートがやってきます。サーフィンや釣りといったマリンレジャーも外せません。下北300ゴルフクラブでは、お財布に優しい料金でゴルフを楽しめます。風車の景色を眺めながらのプレーは六ヶ所村ならではです。まさに住んでよし、遊んでよしの陸奥小川原開発地区ですね。この辺りには事務所や工場が集まっています。陸奥小川原開発地区、どんなところが立地の決め手になったのでしょうか。直接お話を伺ってみましょう。オーレット青森株式会社、2010年9月に立地し、優しい光が特徴の有機 EL 照明を開発・製造しています。代表取締役社長、常見秀成さんです。事業内容について教えていただけますか。当社は金川グループの一員なんですけれども、この会社はですね、有機 EL、照明パネルですねの設計、製造、販売を行っております。特徴としましては、薄くて軽くて、平面で光るということですね。それから明発光ですから影が出にくいということがありまして、物とか人とか、地球に優しいと、それから太陽光の光に近い、スペクトル、そういう特徴を生かして、国立東京博物館、京都博物館での、国宝の展示なんかにも使われております。青森県内のコラボということで、照明器具の開発を行っておりまして、ヨーロッパの方で展示会に出されまして、非常に反響が高かったということで、実際、販売されるということになっているというふうに聞いております。陸奥小川原開発地区の環境はいかがでしょうか。まず非常に広大な自然の中にですね、要するにエネルギーの村なんだなという印象、夏は冷涼で涼しくて、冬は寒いですけれども、雪の量は思ったよりは少ないかなということ、
からあとですね、電力とかです、補助金の制度がいくつかありまして、我々、ユーティリティ結構使う企業にとってはですね、メリットがあるというふうに思っています。あとですね、あと、ここに立地してから、陸奥小川さんの方にもですね、いろんなフォローをしていただいてまして、そういうフォロー体制も含めてですね、非常に我々にとって、有利な場所かなというふうに考えております。株式会社千代田テクノルは、医療・原子力分野をはじめ、宣言の製造、防護から各種測定器の販売を行う放射線の総合企業です。ここ六ヶ所村に新設された工場では、高精度の個人線量計ガラスバッチの測定を行い、放射線作業従事者の安全と安心に貢献しています。青い森クラウドベース株式会社は、冷涼な六ヶ所村の気候を活用し、外気冷房と雪氷冷房を併用、一切エアコンを使用しない世界最高レベルの省エネルギー型データセンターです。従来型と比較して運用コストの半減を実現。また BCP 対策、アプリケーションサービス運用に最適な環境の提供を行っています。陸奥小川原開発地区には研究施設も数多く立地。青森県量子科学センターは、世界が注目している量子科学分野の人材育成・研究開発を推進するため、2017年10月に開設しました。サイクロトロン加速器、ペット CT などを備えており、物理、化学、材料、薬学を一箇所で研究できるのが特徴。滞在型の研究活動にも対応しています。国際核融合エネルギー研究センターは、核融合発電施設の実現を目指す研究機関です。フランスに建設中の実験炉イーターの遠隔実験をこのセンターから行うことができます。また計算機シミュレーション、核融合発電炉の設計などのほか、材料試験施設の開発および材料試験などを実施しています。さらに世界最大パワーを誇る高周波四重極加速器も導入されています。このほかおよそ100社が立地しています。ご覧いただいたように、陸奥小川原開発地区にはいろんな企業や研究施設が集まっているんですね。ここで開発された技術や情報が世界へと発信されているんです。ワクワクしますね。陸奥小川原開発地区への立地をご検討の皆様へ、優遇制度と分譲地のご紹介です。当地区ならではの各種優遇制度をご用意、ワンストップでサポートいたします。用地取得に対しては、1平方メートルあたり最大で5000円補助金の交付が受けられます。電気料金については、雇用状況などに応じて割引が適用されます。ご覧のケースではおよそ8割の割引。その他に設備投資に対する補助金、固定資産税の免除などもございます。そして分譲地は、新陸奥小川原株式会社が1社で保有しています。皆様のニーズに沿った対応が可能です。すでに造成済みの産業用地を、八坂平北地区、八坂平中央地区、沖漬ポートサイド地区、
小淵レイクサイド地区の4つの地区をご用意しています。未造成の土地についても新たに整備して提供可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。現地のご案内も受け付けております。陸奥小川開発地区はいかがでしたか？青森県六ヶ所村は東京、大阪、名古屋から日帰り圏内、少し足を伸ばせば青森県の観光やグルメを楽しむことができます。ぜひ一度いらしてくださいね。お待ちしています。